テオドール・レッシェティツキは、ウィーンで活躍したピアノ教師、作曲家、ピアニストである。オーストリア帝国に属するガリツィア・ロドメリア王国のランツフュートに生まれる。父親から音楽教育を受けるが、早くから神道として知られ、9歳でピアニストとして舞台に立つ。その後間もなく一家は、ウィーンに移り、ウィーン音楽院で、ベートーベンの弟子であったカール・チェルニーにピアノを、 音楽理論家、ジーモン・ゼヒターに作曲を指示。18歳の頃には、ウィーンで、名の知られた、ピアニスト・ピアノ教師となっていた。1852年サンクトペテルブルクに移住、アントン・ルビンシテインと親交を結び、62年には、ルビンシテインの養成で、音楽院のピアノ学部長に就任している。その後78年に、ウィーンに戻り、ここでも多くの弟子を持つ。 チェルニー・ドーモンのフランツ・リストと共に都に有名であり、現在のピアニストに続く系譜を築いた。1906年2月18日、彼はベルテミニオンの自動ピアノのために、自作7曲を含む12個のピアノロールを録音した。弟子に、アルットゥル・シュナーベル、イグナツ・パデレフスキ、ミエチスワフ・ホルショフスキ、エリーナイ、イグナツ・フリードマンなどがいる。また、サミュエル・バーバーや、 レナード・バーンスタインを教えたイサベラ・ベンゲーロアのように優れたピアノ教師となった弟子も多い。ダニエル・バレンボイムはレシェティ付きに大きな影響を受けたピアニストたちをドイツ派としてまとめており、上述のシュナーベル、エドウィン・フィッシャー、ビルヘルム・バックハウス、バルター・ギーゼ・キング、ビルヘルム・ケンプラの名前を挙げている。バレンボイム、98から9ページ。ありがとうございます。